なんだあの顔、なんか変な来た、なんかあの顔見たことあるよ、何あれ。キャメルアップ、キャメルアップ、アップ、ラクダで競馬するゲーム、キャメルアップ、ラクダで競馬するゲーム、タバコの名前、キャメル、あ、本当だ、ラクダか、キャメルは、これが競争するラクダなんですけど、こいつらがここ一周回って順位を予想するゲームなんですけど、何がおもろいかっていうと、このラクダ重なるんですよ。え、こういうの本当だ、はい、下のやつがこうやって上のやつをキャリーするっていう、ちょっとやってみたら、ダブルキャリーシステム、はい、だからキャメルアップなんだ。で、皆さん3エジプトポンドを持って書式にして、3エジプトポンドね、こっちが 3P ください。皆さん人物がここに、それ選べるんですか、人物。各色あるんですよ、この顔が。なんで、まあ、このババア選んだらババアを各色1枚ずつ取ってってください。キャラを選ぶ、ここで。あ、なるほど、キャラクター。ほんで、で、まずダイスを5個、白黒は使わない、振ります。はい、ここから対応するところに置いていきます。黄色3、青1、紫2、緑が2、これ重ねます。なるほど、で、赤が3、重ねね、うん、今大体ロールで決めたら、はい、今全員持ってました。で、次、イカれたラクダ、こいつはイカれたラクダだそうです。クレイジーね、クレイジーラクダ、はい、これで、これクレイジーラクダ、クレイジーラクダ、はい、ハイダイスを振って3の時は14、え、後ろ目、14ですね。クレジラクダが重なった。うん。その後ハイダイスをピラミッドの中に入れて、これね、これでこうやっていくんです。おお。すごい。この中に6個サイコロが入っている状態、はい、はいはいはい。で、この中で最も年下のプレイヤー、俺、元がスタートプレイヤーになります。おお、なるほど。ここからレースがスタートになります。はい、はい、それで準備は OK で、ここで皆さんにゲームの知識を授けます。はい、5個の競争ラクダ、これは皆さんのものではありません。はいはい。投票チケットを得たり最終予想カードを置いたりして、プレイヤーは皆さんどのラクダにも投票することができる、レース中。なるほど、かけることができるんですね。で、このラクダは時計回りに移動していきます。はい。で、こうやってサイコロをプッて出て、出た色のラクダを出目に等しいスペース進める。なるほど。がやってみると、紫が3が出たのでこれ3進むんですけど、こいつだけ3進むんじゃなくて上に乗せたまま3進む。はい。上に乗ったやつが出たときは、上に出たときはこうです。ああ、なるほど。下のやつがやったら乗っけて進む、うん、なるほど。で、行かれたラクダ、こいつらは反対向きに進んでいきます。いやー、まあこの上に乗るととんでもない目に遭う。なるほどね、なるほど、はい。で、レースは、複数のレグ、まあ、区間からなってます。ダイス6個のうち5個がピラミッドから出たときにレグが終了します。なんで1個出して2回目、3回目、4回目、5回目ってこれで1回レグが終了。はいはい。また戻す。ああ、じゃあ2体動かないやつがいるんだ。1体かな。1体か。白黒は全部1つのダイスになってるから。あ、なるほど。ハイダイスになってる。ん？質問。はい。灰色のダイスが出た時って上と下どっちが進むの？色が白と黒で分かってるんですよ、数字が。あ、ハイダイスの中に。そうです。白の1から3と黒の1から3。なるほど。で、もし今こうやってゴールしたときに、このまま一周回って、うん、こうやってゴールしたら上のやつの方が1位で下が2位です。はい。上1位、上が1位。そうなんだ。12進とにかく上が強い。上が偉いんだ。ただこいつらには順位がつかない。どういうことですか。こいつは行かれてるんで競争失格です。逆走してるもんな。はい。で、ゴールしたとき誰かのラクダが、はい、ゲームが即座に終了、点数を計算してレースの勝者を決める。お金が一番多かった人の勝ち。なるほど。このゲームの通貨はエジプトポンド EP だ。エジプト EP だ、はい。プレイヤーは常に手元に置いてこのお金を公開しておかなければいけません。 3EP、はい、
重ねるのは自由です、みんないくら持ってるって聞かれても答えなくていいです。もうパッと見で判断してください他の人。よしで、いざ始めようっていう段階なんですけど、まずスタートプレイヤー俺か愚かさんですね、はい、が持っているプレイヤーがワンアクション実行して最初のレグがスタートします、うん、アクションして左の7人の人がアクションして俺がアクションしてアクションしてアクションしてというふうに進んでいきます、はい、でここでできるアクションは4種類。結構ある。1、この上にある投票チケットを取る、うん、これがね賭けのカードになってて。なるほど、うん、どういう意味なんだこの書いてある。ちょっと待って、これ確かに順番あるな。5322になるようにしてください。上が5。そう、5322の順番。じゃあ勝った時の価値がどんどん落ちてくるなとか。そうそう、これこれを取るってことは青1位になった時に5円入る券なんですよ。はいはいはい、なるほど、なるほどね。2だったら1だ、はいはい、3以下だったらマイナス1ってことですか。はい、いやそれ負け馬券ですから。なるほど。または観客タイルのレーストラック。観客タイル、これ観客タイル、観客っぽい、なんか応援面とブーイング面があるやつある。そう、それを、あ、それもなんかね人物用の観客タイルがあるそうです。あ、あります、ね、顔描いてる。それちょっと配ってもらう、はい、なるほど。これが重めんかな。はい。で、あ、違います。いや、誰だっけ、これか。もうちょっと麦わら帽子をかぶってる女性の方。ん？麦わら帽子？多分いないかな。うん、いないね。あれ？この方ですね。あ、はいはいはい。これをみんなが持ってるこれをこうやって置くことができる。うん。確か。好きな場所に？うん。ここに置く。あ、それ早くなるのか。はい。か、ピラミッドチケットを1枚取ってラクダを移動させる。ピラミッドチケット、これで金を取れるんですよ、うん、進めるわって言ってこれを振るのに1円もらえるんですよ確か、進めた。なるほど、うんうん、でもしくは最終予想カード、最終予想カード、はい、これを投票スペースに置いて全体勝者にかける。こうだったか、ここだったんです確か、両サイドに。これか、勝者、はい、最終1位みたいなやつをかけれるはずです確か。で、まあ、一個一個一応解説していきます、はい、まあ、最初に投票チケット1枚取る、はい、投票チケット1枚取る、勝ちそうなやつを選ぶ、はい、これは、まあ、その色のラクダにかけることができる、うん、なるほど。むずいな。取るとどんどん馬券の、いやこれね、しかも1レグなんでサイコロ5個出た時の順位。ああ、そうです。これサイコロが5個出た時のラクダの順位のポイントがもらえる。あ、そういうこと。はい、一周で。そうです。ちなみにこれ何枚でも持つことができます。あら。で次が観客タイルを置くなんですけど、この置いてあるやつを空いてるとこ、誰も置いてないとこ、うん、ラクダもいないところに置くことができます、うん、ただ隣接はできない。観客タイプ同士に、はい、置かれてたら1マスは間を空けてください、はい、で、これが何なのかっていう話なんですけど、これでね、ラクダがここに乗ったら戻るか、ここに乗ったら進むかみたいなやつなんですこれ。おお、なるほど、なるほどね。なんでラクダをこう止めに行くことができたり進めに行ったりすることができるタイプになってます、はい、なんかお金もらえそうなマークがついてるんですけど、このそこ踏んだらね金払わないといけないんだったと思う。その置いた人に払うってことか。うん、踏んだ人が。詳細は口述って書いてる方も後で教えてくれたもん、はい、行かれたラクダのうち1個がもう1個の行かれたラクダの真上に乗っている場合、これか、これだ、プレイヤーは上に乗っている行かれたラクダを移動させなければならない。こいつらじゃ下がこう行くわけじゃないんだ、うん、絶対離れるように移動する。この場合は絶対上のやつが移動するらしい。なるほど。じゃあこ
これで白1って出ても黒動かすんです、うん、はい。行かれたラクダは一緒に2マスに離れてるようにしろってことですね、常に、うんうんうん、そういう風に動かせと。怖っ、うん、こういう状況の時は白出ても黒を移動させそうです。乗ってる方を優先。ああ、そうや。オーバー。観客タイルがあるスペースでラクダが移動を終えた場合、ね、上に乗った場合か、これが、はい、即座に1エジプトポイントをもらいます。誰かここ乗ったら。ああ、なるほどね。何の馬でもいいですか、うん、ぴったりそこに止まったら、はい。あ、これがその、はい、で、前か後ろに移動する。このタイルに応じて、前か選べるわけです、ね、後ろ。そう、それと踏んだ後もこのタイルってずっと残り続ける。残り続けます、はい。で、次がレース全体の勝者または敗者への投票、はい。これね、勝者と敗者にかけるそうです。これ、なるほど。どっちが勝ちだ。こっちが勝者かな。こっちが敗者。敗者、はい。レース全体の勝者への投票。そう、これは毎回のやつ。5個出た時の順位、はい、これを全部全部最終的にゴールする人。そう、最終的な1位にこれも8円とか入るんで。敗者の投票ってなんだ。一番後ろにいたやつ、うん、最後尾、最後尾のラクダへの予想で、これ色ついてると思うんですけど、はい、これをこうやって置くんですよ、裏にして。それ見えないようにか。どのラクダに投票したかは分からないように出ます。なるほど。その上から投票でできるの、これ。いや、そう、浮かれてきます、どんどん。ああ、で、この順番にお金がもらえるんですよ。一番下の人は当たった時8円、5円、3円って感じ。あ、なるほど。あ、なるほどね。これは最終投票用です。あ、そうなんだ。そう、重ねていくから、誰が早く投票したか分かる。はい、まあ、とりあえず振ってみるか。お、進めるよ。1円もらえるしね。そう、じゃあ1円取って、はい、まあ、進めないことにはね。分かんない。逆さま向けて、まあいいか。黄色1進める。黄色1、こうや。で、これをこうやってやるから、もう黄色は進まないってことね。これこれ大事だよ、これ。うわー、そうだよね。赤取る。そりゃそうだよね。赤1にかける。赤1。いやー、甘いっすね。これ緑っす。え、まあ、その可能性はかなりある。こいつがこの上に乗れば紫か。なるほど。緑が運んでってくれる赤が。いや、でも、いや、これだってこれ勝つためにはここのここ乗ってこういうとか3までしか出ないですもんね。うん、1から3、サイコロは。いや、ここは、いや、夢を買おう。かなり夢だね。大逆転。うわ、いや、俺はこれにする。じゃあ紫。おお、おもろい。そしたら、もう俺緑取るけど。めちゃめちゃ馬券が増えてる。そっか、そうなってくよな。緑2枚目。じゃあ俺赤取る。そっか、こっからもう馬券の価値がどんどん下がっていくわけだよ。3位以下はないよ、無料で。こうしよう、紫取りますわ。赤、すごいね、これ回り方が。やばい。なるほど、だいぶ黄色に行きないけど、これは黄色取っとこう、俺は価値がある。黄色、黄色もないよ。あ、そっか、黄色もないよ。いや、もう分かんない。いや、でも2位でもね、1位もらえるんだよ、これね、うん。あ、まあ、確かによっぽどシクラン限りないけどな。そっか、忘れそう。でもこれも取り合いなのか、最初は。うん、これ 3位以下マイナス1ですからね。うわ、胸いらん、もう取ってもった。じゃあ俺も振ります。はい、1円もろて。はい、1円もらうの意外とでかいだろうな。はい、ああ、これ黄色あるよ。俺っすね。ちょっと俺も振ろうかな。振ります。そうだった。なんか真ん中いったな。来たか。押しながら上げる。こうか。紫3、1、2、3。これ緑、熱っくー。緑熱っ。やばい、緑で緑角じゃねえか。これ角じゃねえ。これクソ熱くない。緑1だった。あ、こいつらもないのか。遠すぎる、まだ。あとサイコロ2個です、ムルガさん。え、次俺。あ、終わった。うん、終わった俺。じゃあ、じゃあ俺赤。
あれ俺終わった終わってない、俺終わってないわ。おぼは、あ、おぼが引いた。俺がそう。え、どうしよう。やべ、外れ負けになっちゃった、全部。いや、紫廃棄が出た。水色のドリームにかける意味ないもんな、もうこんなないね。もうない。赤に乗っかって赤が進むがあるから。赤だ。赤取ります。俺はもう容赦なく。やめてよ。やめてくださいよ、ね。いいじゃないの。でもそういう、そうか、そういうのあるな。これだって踏ませただけでいい。水色ワンチャンあるのか。いや、それ止まったらだよね、これは。止まったら。止まったらか。ただ通り過ぎるだけだったのは。赤、緑。赤死んだ。うわ、マジか。赤死んだ。来た、水色ドリーム来たぞ。水色ドリームある、これ。赤がキャリーするか、緑が出るか、緑か赤だ。赤出すやいい。緑か赤。引く。緑。赤だぞ。せめて赤。いきます。逆さま、あ、まいか。なに。はい、緑1着、紫2着で解決してください。はい、俺マイナス3や。え、はい、9円。これ1 1。いや、そんなことない。暑い、マジで熱い。今のあの最後の戦い、これで3個マイナスで2円なんで、1円マイナスなんで1円払います。こいつ2やったら1、1、1で3円なんだ。4のマイナス3で、こいつはいくら。これ1枚、3マイナで2プラなんで1マイナで1払います。これ2プラやな、本当で合ってるな。これマイナス3でプラスで4だから1円もらって終わりで1円払う。はい、1予想すべきのでかいな。誰か赤を間に行ってきます。2、3、2、2、3、5です。これ2235置いて、これは2235。こうやな。俺がさ、いくらだったの今。あ、俺プラ2、プラ3でマイナス1やったからプラ2。プラ2、これプラ2もらえばいいのか。ちょっとお金が全然ないよ。でもマイナスになることはないっすよね。0円より減らないですよね。はい、よかった。それじゃあセカンドはスタートのプレイヤーを渡してシャカさん。パパパン。これシャカさんから。これから。さあ、現状はまだこいつらは関与してきてない。ここやへん、えぐいな。えぐいっすね。このターン終わったあたりでもここちょっと逃げ出すな。だいぶわかんないな、これ。黄色腐ってるよ、でもこれ。黄色やばいよ、これ。黄色クソ腐ってる。もちろん、まあ、愚直に難しいこと考えないよ。それはそう、それはそう。緑、結局勝率高いの何って言ったらね。1マス戻る。何回でも踏んでもらいましょう。俺のマスを。でんねんでんねん。あ、隣接だ。隣接です。あ、1、2、3。1マスだけないじゃん。ざけんな、それめっちゃメタだな。俺が踏んだら俺は払わなきゃいけないですよね、これ。ここに。そうだよ。そう。で、あ、プレイヤーが払わなきゃいけないなと。いや、入るだけか。そう、あの、銀行から払われるだけじゃないから。これはこう踏んだらこうなる。なる、うん。マイナスにしたから。え、これさ、例えば紫がここ踏んだらこうなる。そうなります。紫取ろう。いや、俺ね、水色っす。マジ？これ一番上やから、あるで。ああ、なるほどね。これも。やっぱ夢を買っとかないとね。水色っす、うん、銀行だ。水色かな、俺も。はい。で、河川さんどうぞ。銀行からじゃないとマイナスの人出ちゃうか。俺水色引いた、ボドも水色引いたで紫取った。いや、これね、見ないとわからない。まだね、俺まだ剣でいく。白3。うわ、いやすぎ、むずいな。もう1枚引いときたいな。いや、俺結構紫が やると思うんだよね。めっちゃかけるやん。紫がやると思う。俺のまだ紫はもう
さっき水色に俺はこいつも俺の上手い緑にしよう。はい、2体掛けいくね。まあ2位になればいいですから。いや1エントリーいこうかな、まずはね、うん、進めないと分かんないよ。結構俺さ、自分の1円の分、まあそうだ、入れてない。黄色3、黄色 3! 乗っかるよこれ。1、2、3、1円もらえます。はい、緑。これ紫ガチあるやん。水色も出てきたぞ。黄色3ね。黄色だけか、これ。やばいの引いちまったな、俺。緑だけはマジでない。すげえことになったんだけど、これ。次は河川さん。河川か。さすがに水色取るわ、これは。やばいや。さすがに水色だろこれ。さすがに水色だろこれ。これ俺も水色いくと思うな。圧倒的キャリーじゃんこれ。取っとこう。売り切れ。じゃあ俺ね。じゃあ引かせていただきます。やばい、俺緑買ったのにもう終わったわ。ギッチギチに埋められてる。紫三。赤1。戻る。どんどん、はい、変化なし。1円もらい。うぜえ。これシードボード儲かってる。クソ美味しいこれ。シャガさんだ。マジかこれ。赤黄邪魔は出ないもん。赤黄が出ない。水色、緑、紫。でも緑が出てもどうせ。紫か水色やこれ。こっちに切り替えていくしかない。いやそれはマジである。お意外。これ進めます。終わらせに来てる。終わらせようぜ。緑に超えた。超えたぞ。さあ紫さんがある。紫さんがある。紫さん出してもらおうか。紫さんか水色出るか。もうこれにかけるぐらいしかないもん。全然確率的には水色の方があるぞこれ。かけるなら紫を。マイナスなかもしれない。最下位やぞこいつ。出る。じゃあ3しかないぞ。紫終わらせんのか。終わらせるでしょ。どっちが出るか。いきます。紫さん、はい、水2。はい、水色1着、はい、水色2着、赤、ここ外れです。3マイナスの1プラ。水色1位6で、前回の1プラを忘れたから俺7や。マイナス1、7です。プラ7マイナス1円銀行にお願いします。お前負けすぎやろ。2235で並べて。こっからだよ。プラ7もらいやす。水色出たなこれ。うわ水色抜きんでたな。すごい。それがです。あざす。よし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 。ちょっとください。汗儲かってんな。このね、マイクだった。やべえ、これちょっと待って、まず俺もう1円しかない。やっぱダメなのか、負けすぎ。俺ダメなの。これあれでも。いや、そうっすよね。早めに入れたら8円のチャンスやからな、これ。くそー。なんかこいつらに乗っけられて、こう逆走してくる可能性あるから。そう。そうよね。全然の、こいつら乗っかった俺でも、これ通り過ぎたらもう、フィーバーです。次は、シャカさんから。俺やね。シャカさんから。はい、どうぞ。これ買いました？あ、もらった。そう。これはね、深く考えな、俺は。あ、いいね。水色の一着に。さっきそれが、それの姿ですかね。そうですよ。これって、5円ガチで。いるところには置けないですよね、もう。置けない。あ、ここら辺やろね。ここら辺、いや、まあここかな、3人いるか。進める方か、下がらせる方か。わかんなくしてみようか。お、進める進める。もうここに止まったら前行く。最悪やお前。赤っす。でも青の馬券が買えないから。赤っす。最悪や、俺一気に青牛債券があったもん。ガチでえぐいこれ。この青買えないからね、もうこっちは。ガチでえぐいこれ。これね、何も考えずにここに置こう。マイナスで。お、青がすごい悪く見えてきた。青なんかだって1出ても2出ても3出ても終わってる。しかもこっち側のやつらもう1でも2でもここに行っちゃうから。
まあお金持ってるとこういうこともありますよね。そうですよね。いやこういうのが良くない、こういう揺れるのが良くない良くない良くない。じゃあ青取ります。あ、そうか、変えるのもできんだ。いやちょっと待って、さすがにないな、それは1ターンの構造として弱すぎるわ。いいんですか。青信じないんですか。うわ、一着にかける。おお、なるほど。時間を過ぎ去ることを選ぶ。俺よ。あ、おぼか。それブラフちゃうから。赤取ったってこいつ。赤取ったな。むずい。ちょっと。こうでしょ。ありえないから。ない。まあこれは欲しいね。決め取ろうとしたやつ。まあでも欲しい、ね、軽すぎ。どうしようかな。水色もう無理やから、黄色いっちゃくないな。いや、赤やな。俺も赤取る。 OK、 俺振ります。はい、結構大事だよ、出るの。あ、青3、こうなるの、これって。そうです。やっべ、いや、ちょ待って、全然あるやん。え、これ3で、こいつ逆側にならへんの。黒が進んだら、黒が出たらこうなる。あ、そうだな。てか、白黒どっちでもこいつが進む。これこうよ、ちなみに。そうっすよね、出たらね。え、これマジで熱いよ。どっちが出てもか。俺か。これいや、俺これね、全然いく、全然いくわ。まあ全然ワンチャン。いや、これ全然これでしょ。でこれしかない、これしかない。乗っかり戦法やん。これマジで熱い、8。ちょっとやばい、これマジでちょっと稼がないとやばい。じゃあ俺いきます。黄色が3。1、2、3。すごいことになってきたな。すげえことちょっと笑い止まらん。笑い止まらん。ちょっと待って、やばいこれ。ゆっくり、シャンソンでしたっけ、サンダシグタの。うぅぅぅ。でもシャガさん何も取ってなくないですか。何も取ってない。やべえなこれ。どうなってきた。いや、まあでもあと3回引けるわねこれ。そうね。マジで分からないよ。かけなきゃ勝てないよ。いやだぜ。黒3出ちゃった。敗者予想負けがけ。ああいいね。でもあ、負けがけね。俺勝ちがけ、2枚目いこう。これいや、これはお、みんなやるね。俺はまだ次見ますよ。勝ち掛けビッグドリーム。じゃあ進めますね。はい、いきますよ。はい、デイ緑1。おお、実質に。これは俺です。はぁ、うめぇ。いや、これな、まだ分かんな。まだ緑終わったな、これで。紫負け掛け。ちょっと待って、紫エッギー、これ紫やばいな。紫エッギーな。助けたろこいつ。紫かわいそうやな、確かに。俺か。まあ、こうな勝者予想。はい、こうなるよな。これは。なるほどね。もう引きますよ。めっちゃ回すやん。無限にゲーム進めて金を稼ぐ。紫1。こいつ、こいつ何してんの。遅いの。でもこれやばいぞ。白黒か赤。白黒か赤やで。これ結構変わるぞ。結構変わるぞこれ。白が次、次でマジ変わる。上がってるよ、上がってるよこれ。青も赤も。え、勝者予想ってダブってできて大丈夫ですか。これ名前出してもいいのか。当たってる外れてる関係ない。当たってる早い順にお金もらえる。あ、なるほど。白黒か赤。白黒か赤。白か黒かはもう2分の1。赤出たら、赤3とか出たら結構熱い。赤だったら2以上で勝ち。1だったらモルサル。
2で乗って3、2、3、3分の2ですね。赤かな。ふぅ、まあ引くしかない。来たね。いや、さらに貼るわ俺。青バリー。青10円、これで買ったら。でかいな、青10円。ちょっとね、この棚俺捨てだな。古い意味ない。古い意味がない。取る意味もない。いやいや、でも俺が運命を決めよう。運命決めないと、誰かが決めないといかないよ。マジ白かくか赤2。きたー、わお、きたきたきた、赤2、レッツゴー。赤1、青2、赤2着青、一気にプラ3のプラ4の馬券だった。これ赤2着青10や。でかっ、2着でも金もらえるんでね。1、2、3、4、5、5円ください。5円、はい、はい、ありがとうございます。マジかよ、でけえ。マジかよ、よく出したねこれ。いや邪魔でんか。どうするか、こっからやな。スタートを。はい、まあこれだよね。まあそうだな、手堅いね。手堅く。そうなんか、まずクス乗ってるよ。全員乗ってるだけどね。大荒れするかな。ここでは大荒れしなさそうやな。いや俺も赤やな。おお、ここで赤ね。でもどうしても赤が強いもんだって。現状ね、現状ね。でも結構ね、ちょっとでも紫がかわいそうだよ、このままじゃ。除外されちゃってるもん、あいつらですから。どうした？僕何した？赤、赤で取ったね、パッケンを。赤、赤です。え、ここで？あ、これ言ってくんの？赤、むずこのコーンめっちゃいいな。ね、広くなくてずっと耐えててもいいんだよ。お、黄色買います。ペイ。おー、いいところ。めんどくせえ。移動させるんだ、それ。移動させる、長引かせます、俺はこの試合を。ボボ、俺は通行料で1位取るわ。ちょっと1個進めて様子見ようかな。じゃあ、お、いいね、いきます。これね、裏返さないと、もう俺が何出るか分かっちゃった。こうして混ぜて、こう。黄色3。ふぅふぅ、3、すごいとこ行ったね、これ。やっちゃった、これ。ちょっと待って、やっちゃった。乗っかられる可能性かなり。あちー、これやっちゃった。どうしようかな。位置ないな。いやでもこいつ取ってもな、微妙やな。いやでもプラスにはなるから、もうドリームなんか行かずにこうやろう。お、そうなってくると、青、はい、しやるぞ。俺赤取ります。予想を、はい、めっちゃ金持ってんだけど。はぁ、あ、ちゃくちゃ金持ちだよ。税金大変だろ、これ。1、2、3、20、22円。次は9円しかないんだけど。あ、俺もうモードやったよね。うん、やった。
振るか。おお。いや、ちょっと待てよ。いや、もう。紫3。おっと。1、2、3。おい。ちょっと待ってください。緑エグいこれ。緑エグくなってきた。緑エグい。すごい。いや、これちょっと緑エグいな。紫あるぞ。俺はね、廃止です。俺はじゃあ赤取ります。赤フリッパー。よし。振るか。赤カモン。運の重いわ、このゲーム。黒、黒、黒とか灰色。オッケー、灰色。これです、これ、こっち。乗ってる方の片方だから。うわ、で、最悪。そうなるか。あっちーかー。ちょっと待って、黄色ある、これ。やべ、これ黄色ある。黄色がだいぶ濃厚。黄色あるな。赤。ちゃうな、これ。うん、俺。これエグいぞ。これマジでわからん。マジかこれ。振るかな俺はもう。はいはいはい、はい。これ意味わからん。これ紫。何これ。緑が出る。紫ビッグドリームある。可能性もあります。三。1、2、3。ええこんな荒れんの。やばくね。荒れすぎだろこれ。クソ荒れ始めた。バカ荒れ始めた。待って、これ赤、青やろ、残り赤が、赤3出るか赤、青3出るか、もう赤か黄色やね、これ1着そうっすね赤3、青3赤か黄色やからね、うん、赤か青やもんね、でも、うん、色的にはそうか、青で3が出たらもうどっちにしろこれ3出るか黄色の1なくなるのか3が出るかどうかっすね、これそう、3が出たら3分の1で赤勝ち3が出たら3分の2で黄色勝ち3が来い引け黄色勝ちます俺は自分で決める赤寒いし赤9円抜いてます外れたらただのマイナス3 3来い3分の1じゃあ2はい1着黄色2着赤2着だ1着黄色、2着赤 5や俺1着黄色で3円5円ください7円もらってマイナス1やから6かめっちゃ儲けだよこれ割るないっすね9円でも9円5、2、2円あいやでも3、2着か1、1、1なんで1、惜しい、まだ分の悪くない賭けだったで、終盤これはゴールあるよ、大丈夫。行きましょうよ。了解します。いやー、だいぶ、うわ、これ重くなってきたなぁ。行きましょうよ。最終予想も忘れずに、はい、スタートプレイヤーは、ボド。ボドだったからね。あ、オッケー。うん、どうしよっかな。最終だろう。これおもろいな、なかなか。これ渋ない、マジで。これ結構おもろいっすね。最終予想ってさ、しばくったらもうマイナス域に入るよね。6回目当てですけど、6回目当てないんで、俺は5人で。確かに。しかも 4人か、4人だから。こことここにかけれるから共通だから。当たってる順に配当あるんで。これ全然ない。なるほど。どうしよう。まあ、どっちを選ぶかやな。乗られた場合、シャワーいいな、めっちゃ。ちょっと待って、最終かわからん、これ。結構むずい黄色3出た瞬間レース終了やでそうなんですよそしたら緑最下位赤にかける赤にかける石山さんシャバくなってきたなまあねこれかけないないんでこんないや俺はよいしょ黄色、馬券買いましたうわ今、配置かけた、うん、かけました最終馬券が進んでいきますこれ全部かけた方がいいのかまあ、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 どうやろうね
微妙なとこやな。割がいいかどうかはちょっともう俺も分からんけど、これね、俺ね、終わらせてもいいな、振るわ。お待ちを待とうよ、まあ、一旦赤かけようかな。おお、一旦赤かけようかな。もう邪魔入ることないから、これ。そう、このレース。そうだね、もう下が進めるから。そう、赤は結構熱いよ。かなり熱い、これ。この重なり、敗者予想。敗者予想しよし。ごめん、進めるわ。エンドある。エンド1たっていいぞ。おお、1、2、3。いや、逆にじゃん。でもこれ逆に黄色が上になる。逆に弱くね、赤。本当だ。いや、でもこのゲームで終わらない可能性やってある。もうそれはそう。待って、このレースの赤が弱い。このレグの赤が弱い。このレースの赤確かに弱い。弱くなっちゃった、これで。いや、でも3が出ない限り追いつけない。誰も。黄色は2で、これ青です。いやね、これね、深読みして、俺紫買っとくわ。俺はこれ、全部好きよ。進めろ。進める男になる。やっぱなんか、先が気になるよ。確かに。青2。うわー、あ、でも黄色がまだ運ぶ。これ黄色がもう欲しいんだよね。これ本目黄色やね。これあっち、真面目に紫ある、これ。これマジで紫ある。今、あれだっけ、終わったんだっけ。はい、赤青行動不能。これね、紫。いや、もう俺進めるぜ。紫いけ、やってまえ。黄色いけ、黄色いけ。黒か白で出ればいいから。黄色いけ。くぅー、紫。うわー、これ。いや、これ赤逃げ切りあるぞ。ちょっと待って、これマジだから。黄色の目、黄色の出目で全然変わる。黄色、緑、灰か、これ残り。次俺、うん、え、また俺。そうだ、これ緑一着あるで、ちなみに。これマジである。おい行くで。進めるね。ディープインパクトやん、これ。おお、熱っ。戻った。熱っ。いや、熱くね。ラスト1、ラスト1ダイス。ラスト1ダイス。色が出て、ここか。白黒か緑。緑3だったらまくり。ちょっと待って、緑勝ってないよ、これ。緑3だったらまくり。緑勝ってない、マジ。そう、サブ1で勝つのに。いや、これは割り、かなり割り合い、割り合い、だいぶいい。これ相当トントンになっちゃったんだ、急にレートが。え、これ、えぐいな。これ、ちょっと待って、これえぐいわ。この時点で赤が勝つか。これね、ハイダイス来て進まずに終わるに勝てる。いいね、それもあるね。50% で、勝率66% ぐらいあるから、うん、だいぶある。だって緑3しかないから。しかない。そう、確率で6分1や。6分1。そうだ、6分5。これ絶対持ってた方がいいよ。よし、行くで。6分1、6じゃない。行きますよ。頼む、緑。大丈夫、緑3なんて出ねえぞ。おぉ、We're right here! おぉ、マジ、What?一着緑、二着か。おい、マジかよ。これ、えぐ、マジで。ゴみたいな、あれ見たな。でも、こいつ1やから、1、2、4。えぐ、プラマイゼロ。2ね、赤。一着緑、二着か。マイナー1で、プラマイゼロ。えぐ、これ。きたわ。これ、ガチでえぐい。マジか。結構、ヤバめの引きしちゃったね。あ、そう。スタート、おかしなさんかな、これ。これもだって赤か緑出た瞬間、ゴーキシ。うん。え、その時点の。中もで、中流、レッチ。これも生産されるの。生産。そのタイミングの位置。なるほどね。最終、まあまあまあ。まあ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 、じゃあな。これ3出て、今結構熱くね、この。え、ここら辺熱くないですか。いや、これかなり確率的にも結構渋くない、これ。渋い。渋い。まあ、まず。3分の1でこの2項が出るんで、うん、そうですね、終わりますね。ダイスが出た時点で終わりがここ、かつこの2分1でここが出て3で終わり。2分1の3分1エンドはここ最終で回ってくるの嫌すぎる。もうどっちの山にかけるかやな、これ。緑の山か紫の山か、そうそう、ね、緑か紫か。このね、
おお。緑かボールは。俺は。紫か。俺は緑を変えます。勢力分かれたな。二分分かれたね。二分された。天下お分け目の戦い来た。どうなる。まあほぼどっちかといってもこのマイナス1が相当も二分化を強くしてしまっている。強くかけてもいいですよ俺よね。はい、皆さんすみません、いいですか。 Do 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 なんだ。ここいいでしょう。 Go するんや。いけ。どうする。 Go する。 Go する行ったっていいぞ紫。サンデロ。何？何？おーおい。ラバはどうでもいい。こいつらもう仕事してねえ全然。怖え。これ。はい。書いたそうだ。書いたし。緑。俺はもうすべて夢をこいつに乗せる。俺も緑書いたしね。じゃあまあこのまま来たら。お前やりますか。やりますか。いいですよ。もう置きたいものもないです。 Go。 おっ、おぉイエーイ。待って黄色ある。Wait, what? 黄色ある。黄色かった。緑なくなった。緑なくなったの完全に消失した。黄色あってるわ。え、これくそ、マジか。ちくしょう。マジでゴミみたいなとこ引いたな、釈迦さん。マジ終わってる。ああ、河川か。河川か。自分で終わらせて、この勝負。運命が。マジかよ。いや、俺ね、紫勝たせます。OK。お勝たせてくれ、シャドウさん。黄色。赤、緑、紫、どれでもいい。黄色。出せ出てなぁ。おっ、おっ、ついて。ついて。ないらっしゃっていい。え、あー、危ねえ。違うわ、全然よしじゃなかった。したー。どこがよしやねん、今の。黄色死んだ。うわ、やばい。黄色1。もう紫勝つよ、これはもう。赤、紫、緑。なんでもいいや、俺。何が出ても、紫1位でエンドや。これ、やばいな。俺はもう買うしかないね。そうやねんな。できるだけマイナスを少なくするためにお疲れした。紫2。イエーイ。1着紫5枚。2着青でいったらまずこれ生産してください。5、4、3、プラ7、でかっ。プライナ2、プライオンです。マジクソバリプラ7。あ、プラ7マジでクソ。これプライオン引いた分のプラ2で、ちょっとね、マジクソ。これ俺スーパープレイしてるかもしれない、ここで。マジで。いや、これ分からんから、ね、全然かけてないよ。やった、これ生産。俺自分が何入れたのかはもう覚えてるわ。俺は覚えてるやつが一つだけいる。キロさんの家、めっちゃいい。あんだけ負けてた紫だってやつですよ、これ。じゃあ最終生産、敗者からいきますか。はい、今回の最下位は黄色。言ってたのはこの人。はい、ケモレツゴー。8円です。やばすぎね、それ。ほぼ8円。カモン。最終予想すごっ。シャー、あざーす。全くかけてないか。もったいね。ほんと1着予想。1着は紫。はい、きてー。マジでここにいた紫に俺はかけてたもん。マジ？プラインでな。他なし。紫はよ。お前エグ。ダブル1やてやん。もうエグよ。やばい。たまらないよこれ。この分払うのか。え、外れてる分払う？外れてる分払う。払わない。あ、払わない。払わない。終わり終わり終わり。マイナスを？何？それは6以降。あ、6以降か。かけ得だ。かけ得。入れといた方がいいんだ。マジか。最終金額を発表してください。はい、いえー、これマジかよ。あるぞこれ。これひどいな。はい。はい。まくったんじゃないこれ。
はい、いいですか、はい、28です。私28です、28です。え、33。おお、いやもうここやん、16やん、これかやばすぎる、そこまで弱かったんだけど。283人すごくない？28、3人すごい、マジ激戦やってんやん、大接戦。なんか俺が負けた気分、俺だけ違う。くわー、すげえ、これは面白いわ、おもろい、これすごい、これいいね、いいルールだ。最初ちょっと複雑かなって思ったけど、やってみたら、ね、複雑じゃないね、ガチで。やってみると分かりやすい。